こんにちは、グレートランド響きです。本日はですね、ロック T シャツ9着集めました。ニルバーナーだったりとか、レッチリとか、スリップノット、マンソンとかですね。はい、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、1着目ですね。まあまあおなじみの、カートコバーンですね。でもこの T シャツに関しては散々お伝えしておりますが、この色味がかなり評価が高いと、シュプリームでいうとこのスレートカラーみたいなね、まあくすんだブルーっていうんですかね、絶妙なカラーリングです。まあグリーンって表現したりとか、ライトブルーって表現したりとか、過去にもオンラインストアでいろんなパターンで色を描いてるんですけど、まあちょっといい感じの、説明の文言が見つからないっていうことで、ただそのくらいいいカラーです。合わせとしても、まあもちろん黒のパンツに普通に合わせてもらってもいいですし、ベージュ系の色でも僕はいいのかなとか思いますけど、まあ重ね着でも1枚でも着れる。で、ヴィンテージ T シャツってこの色味の、スレートみたいなくすんだ色っていうのがかなり少ないですね。っていう中でニルバーナで、かつまあプリントちょっとシルバーがかった、まあ元は多分ねラメみたいなの入ってるんでしょうけど、まあそんなんとかもほとんどなくなってますけど、いい感じにボディになって馴染んでて、で、まあ、体色もいい感じですね。まあ、この辺のカラー系 T シャツの体色の説明っていうのは結構難しいんですけど、まあ、雰囲気としてもかなりいい状態、いい塩梅になってるかなと思います。その辺は信用して購入いただけたら大丈夫かなと思いますね。ジャイアントのラージと、まあ、ラージですけど XL よりかな、比較的大きめです。はい、よろしくお願いします。続きまして、はい、こちらも久しぶりですね。ナインチネイルズと、ディソナンスツアー。まあ、90s の T シャツで間違いないんですけど、もちろん。この T シャツに関してもご説明したいのは色味と。この青もね、ものすごい絶妙な感じ。さっきのカートコバーンの T シャツのような、いわゆるスレートみたいな、くすんだ青みなんですよ。で、なんか結構説明しにくいようなデザインじゃないですか。で、前も動画撮った時には、まあ、1枚でも重ね着でもかなり重宝していただけるナインチネイルズの T シャツっていう感じでご説明させていただいたんですけど、まあ、まさにその通り。まあね、いろんなバンドの T シャツありますけど、やっぱどうしてもバンドのバンド名っていうかロゴだったり、かなり主張的なデザインっていうのが多い中、このちょっと幾何学的な感じの模様 で色味もかなり絶妙なところ、まあ、重ね着してもらっても部分的にプリントが出る感じで、そこまでコーディネートの邪魔もしませんし、まあ、1枚で着ていただいた時もかなり幅が広いと。で、まあこのディソナンスってなんか不協和音とか、まあそういうような意味があるんですけどね、本来のねバンド T シャツだったらなんてタイトルをつけるんだって感じですけど、この辺が非常にナインチネイルズらしい、ファーザーダウンだったりとかね、ダウンワードスパイラルとか、やっぱそういうようなちょっと普通っていうか一般的なバンドとは違うようなテイストの T シャツが多いバンドですので、はい、まだお持ちでない方はね、この辺もぜひ押さえておいていただければと思います。お願いいたします。はい、レッチリカリフォルニケーション。まあ、この辺はもう説明不要でしょう。ジャイアント2枚タグ XL と、状態もいいです。プリントも綺麗に残っております。まあモノトーンのね、着やすい T シャツですので、まあまあシンプルに黒のパンツとかでシックな感じで合わせていただくのが僕はいいかなと思いますね。まあ、それこそ黒のロンティーとか重ねてね、年中お使いいただける T シャツだと思いますので、はい、サイズ感もね、身幅しっかりあって大きめなので、ぜひともお願いいたします。レッチリ続きます。はい、久しぶりの入荷です。まあ、通称ピカソなんて感じで、まあ、うちでは呼んでますけど、ジャイアントの L で、レッチリに関しては、まあ、タグ L、XL がメインでうちの店では紹介してると思うんですけど、大切なのはタグのサイズではなくて実寸の残り方ですっていうのはね、よくお伝えしてると思います。サイズが XL のタグが残っていて身幅が50っていうのはよくあります。はい、っていう部分で、じゃあほぼ実寸で言ったら M だよねっていう話になってくると思うんですけど、これに関してはタグ L サイズですけど身幅55以上あります。 XL 寄りの L サイズなのかなっていうとこですね。まあ、このピカソのデザインに関してはサイズ感で涙を飲まれた方も非常に多い T シャツかと思いますね。店頭でもそういうようなお話はよくさせていただきますので、はい、まあ、しっかりとサイズの担保された、ピカソ久しぶりに入荷しましたので、ぜひともよろしくお願いします。
はい、バッドアップルですね、ブロッカムの XL と、はい、ツアー1991993で、デザイン自体はグレートランドオープン当初から何枚も販売してきました。社長が着用したりしてインスタも写真上げてたかな、あれば載せときますけどっていうような、まあまあグレートランドを代表するようなデザインですね。はい、でこの T シャツお伝えしたいこと2点。1個目は雰囲気めちゃくちゃいいです。はい、色落ちの感じ、プリントのかすれ方、まあダメージもちょろっと入ってるんですけど、入り方が非常にかっこいいので、いわゆる不格好なダメージの入り方じゃないですね、かっこいいダメージの入り方。そしてもう1点タグ XL なんですけど、見てください、この身幅すごいでしょ。身幅めちゃくちゃ残ってます。に反比例するような感じで着丈がかなり縮んでると、うん、あのまあ XL のサイズ感なんですけど、かなりスッキリ着ていただける、いわゆるボックスシルエットのサイズ感となっております。はい、まあ、デザイン申し分なし、雰囲気めちゃくちゃかっこいい、そして型でもねこういう感じで綺麗に落ちるボックスシルエットで着ていただけると、まあ年中通して着ていただけるサイズ感だと思いますので、はい、これは結構こういうサイズのやつは探しても見つからないと思いますよ。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、まあ、時々ご紹介しておりますメタリカノーリーフクローバー、スヌープオジが着用したデザインですね。まあまあこの辺は比較的、まあでも言っても値段上がっちゃいましたけど、まあメタリカの中ではあのまだ買いやすいパスヘッドのデザインかなっていうような印象ですね。ブラックのボディにグリーンっていう発色のT シャツって実はありそうでないんで、結構ねうちでもこのデザインも好評いただいてますけど、こちらも入荷となっております。ジャイアント2枚タグ L サイズ、まあやや XL 寄りの L かなって感じです。詳しくは僕の着用動画見てご検討いただければと思います。スリップノット、はい、サイズがですねタルテックス 3XL と、はい、結構でかいですので、多分僕着たら結構でっかくなっちゃうと思います。うん、社長くらいの身長体重の方で、夏に1枚で着ていただく、ないし袖ちょっと落として着るとかでもすごくいいサイズ感になってくれる T シャツですね。で、まあ、3XL っていうのは非常に珍しいので、大きいサイズで探されてた方はぜひとも買っといてほしいんですけど、バックプリント、はい、まあ、普通のバックプリントやんと思うかもしれません、このフロントデザインのものに関してはバックプリント、ここの上のスリップノットだけのタイプが存在します。はい、という部分でこれは全部入ってますので、そういった部分でも非常に評価高いですね。はい、なので、大きいサイズ探されてて、もちろん年代もこれ古いので、スリップノット自体ね1999が、まあ、オフィシャルの T シャツで一番古いものとなっております。という部分でこれ2000年代頭なので、スリップノットの T シャツではかなり古い部類に入ってきます。はい、という部分でも申し分なしだと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、マンソン God is in the TV、 はい、ウィンターランドの L なんや、結構大きいです。はい、まあもう何十枚も販売してきてるんでそんなに説明することはないですけども、はい、あ、ジャスティンビーバーが来てました。まあ状態も良くてプリントの残りも良くてっていう感じですので、欲しいって時にね案外手に入りにくくなってしまったデザインでもありますので、この機会によろしくお願いします。はい、ピンクフロイド、このデザインねご存知の方だったら、やや違和感があるかもしれません。発色がちょっと明るいっていうか、うん、違いますよね。まあユーロとかでこういったね発色をする、まあ、T シャツってあるんですけど、こちらに関してはコピーライト記載されてるんですけど、年代がちょっと新しいです。2000年代入ってます。なので、まあ、1994ノースアメリカンツアーないしヨーロピアンツアーのこのデザインのものよりはかなりお安くご提供できると思います。サイズ表記 XL ですけど、まあ、ほぼ 2X 寄りの XL と、うん、まあ色味的にもね夏に着たいっていう方結構多いと思います。なので夏にねショーツとかに合わせてガバって着ていただけるサイズ感ですので、ぜひともよろしくお願いいたします。あ、以上ですね、終わりました、すいません。本日、18時に、店頭で販売開始、21時からオンラインショップにて販売開始となっております。結構ね、まあ、うちでも、まあ、売れ線と言われるようなデザインが多めでしたけども、はい、どうしても欲しい方はね、早めに店頭の方ご来店いただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。グレートランド響きでした。